それでは疲労の日、疲れるという字ですね。じゃあまず短い縦を持ってきます。まっすぐの位置、少し内側から持ってきて、だいたい同じ長さぐらいでいいかな。そしたらこれを3等分して、上はまあ少し開けたところに点を打ったら、下3分の1あたりから上3分の1あたりのところを狙って上げていきます。そしたらこの縦は左の線に、まあ平行に近い感じですね。少し横に持っていきますが、ここよりも出ないようにして抜いていきます。縦、中心はちょっと右にずれますね。この中心より右にずれます。上の角度に合わせて平行で払っていきます。そしたら45度で抜いていきます。